LGV 東、ヨーロッパ線。LGV 東、ヨーロッパ線は、フランスのいるイコールドイコール、フランス地域圏セーヌイコールへイコール、マルヌ県ベールイコール種類イコール、マルヌとグランテスト地域圏はイコールラン圏、ストラスブールを結ぶ高速鉄道路線、LV である。LGV 東線、LGVS とと略されることもある。両端で、在来線に乗り入れ、パリ、パリ東駅など、 フランス各地と、フランス東部、ドイツ南部、ルクセンブルク、スイスを結ぶ。この路線を経由する高速列車、TGV を、TGV 東、ヨーロッパ線、TGVS とロピン、または、TGV 東線、TGVS と,と呼ぶ。路線を指して、TGV 東線などと呼ぶこともあるが、TGV とは、本来路線ではなく列車の名称なので、不正確である。 ただし、フランス語でも、TGV 当線の路線、リンニュ・ DU-TGVS と,といった呼び方をされることがある。LGV 東、ヨーロッパ線は、パリ東駅から東へ、約 20km の地点で、在来線から分かれ、フランス東部のモゼル県で、再び在来線に合流する全長 300km の路線である。終点のボールクールはメスストラスブル間の、 在来線と、メスザールブリュク県間の路線の分岐する地点であり、LGV から双方に直通が可能である。途中性のイコール A イコール、マルヌ県、メッシーで、LGV 東連絡線と交差するほか、ランス南方で、シャロンイコールアミイコールシャンパーニュ、シャルルビルイコールメジエール間の在来線と、メスの南西で、パリメス間の在来線及びディジョン南ーメス、ルクセンブルク市を結ぶ。 在来線とそれぞれ交差し、これら各線に直通が可能になっている。東、ヨーロッパ線は2007年6月10日に開業した、フランスでは7番目の高速路線であり、パリからの放射状路線としては、南東線、大西洋線、北線に次ぎ4番目となる。最高速度は、従来の LGV の時速 300km から引き上げられ、開業時点で、 磁気浮上式鉄道を除き世界最高の時速 320km である。設計上の最高速度は時速 350km だが、当面は時速 320km で運行される。このため線形が従来の LGV より高規格になっており、例えば軌道中心間隔は 4.2m から 4.5m へ、最急勾配は35%パーミルから25%パーミルへと、 改良されている。なお乗り入れ先の在来線での最高速度は時速 160km 程度となる。フランスの鉄道は上下分離方式をとっているため、列車の運行はフランス国鉄が行うが、路線の保有、整備は別会社のフランス鉄道線路事業公社が行う。東、ヨーロッパ線にはフランスの LGV としては初めてドイツ鉄道のアイスが乗り入れる。 このため保安装置は TGV の標準である TVM のほか、ヨーロッパの標準である ETOX が併用されている。東、ヨーロッパ線を含めフランスの高速新線はすべて複線で左側通行である。ただし2007年時点での東側の終端であるボードルクールで接続している在来線は歴史的経緯から右側通行となっている。すなわち オードルクールを境に、高速新線では、左側通行、在来線では、右側通行となる。なお、一部の TGV やアイスの運転台は、国ごとに左側、右側通行が異なっていても問題がないよう、中央に配置されている。東、ヨーロッパ線を経由する列車のパリ側の始発駅は、パリ東駅である。このほか LGV 東連絡線や、 在来線を経由して、LGV 北線、LGV 大西洋線沿線のリール、レンヌ、なんと、ボルドーなどから直通する列車も設定されている。東側では、ストラスブールを終点とする列車のほか、ストラスブールからドイツのカールスルーへ、シュトットガルトを経て、ミュンヘンに向かう系統、また、ボードルクールからドイツのザールブリュッケン、マンハイム、フランクフルトへ向かう系統がある。 途中で、LGV から分岐する系統には、メスを経て、ルクセンブルクに向かう系統、ナンシーやその周辺のショート市に向かう系統、ランスを経て、セダンに向かう系統、LGV 上に、駅のないパリ・ストラスブール在来線上の駅を終点とする系統などがある。開業時点では、ストラスブールから南へ向かい、ミュルーズを経て、スイスのバーゼル、チューリッヒへ向かう系統も運行されていたが、 2011年12月11日に LGV 南東線、LGV ラインローヌ線輸とされ、パリ側の始発駅もリオン駅に変更された。運行される列車は原則として TGV であり、ドイツへ乗り入れる列車はアリオと呼ばれる。ドイツ鉄道のアイスが使用される。フランクフルト方面の列車については TGV ではなく、アイスと表記される。2007年6月時点でのパリから、 主な都市への所要時間、括弧内は、LGV 開業前の在来線の所要時間と1日、あたりの運行本数、平日、臨時列車を除くは、以下の通り。東、ヨーロッパ線の開業に合わせて、新形式の TGV ポス編成が投入された。最高速度は、時速 320km。ポストは、パリ、から、オストフランクレク、東、フランスから、 図ドイッチ論と南ドイツのドイ語での頭文字を取ったものである。従来の TGV 編成と同様に動力集中方式の固定編成であり、両端の動力車2両と中間の連接客車8両の重量で蘇生される。客車は TGV レス編成から転用されたもので、内装はクリスチャン・ラクロアのデザインにより一新されている。 この他従来の TGV レス編成も使用されるが、客車の内装は、ポス編成と同様に、ラクロワデザインに改修されている。フランクフルト方面の列車の一部は、ドイツ鉄道のアイス3が使われる。LGV 上には、以下の3駅がある。乗り入れ先の在来線では、TGV は、在来線の駅を使用する。パリ東駅など主要駅は、 TGV の運行開始に最し大規模な改装工事が施行された。LGV 東ヨーロッパ線の計画の発端は1985年に始まった上級技術管理クロードラテア率いる研究チームによる研究である。この報告書は1992年から1993年にかけて公表された。1992年4月1日には国務院によって 高速鉄道整備計画に組み込まれた。同年の5月22日に行われたフランスとドイツの首脳会談では、両国の高速鉄道網を、北はザールブリュッケンマンハイム、南はストラスブールカールスルーへの2カ所で接続することが合意された。ルクセンブルクとの間でも、同様に高速列車の乗り入れに関する協定が結ばれた。また、 建設は2期に分けて行われることになり、まず1期区間として、ベールイコールシュルイコールマールヌからボードルクールまでを建設し、その後2期区間として、ボードルクールからストラスブールの西のイコールランケンまでを建設することになった。1998年にフランス政府とフランス国鉄 R 会会沿線自治体は、 総額31億に500万ユーロとなる建設費の分担について、以下のように合意した。東、ヨーロッパ線は、フランスの LGV 建設に、地方自治体が出資した、最初の例である。中、波数は、死者誤入した。東、ヨーロッパ線は、正式には2002年1月28日に着工した。二千四年十月十九日には、最初のレールが敷かれ。 2006年9月20日、ドビルパン首相により、最後のレールが締結された。正式開業に先立ち、東、ヨーロッパ線の線路を利用して、TGV の速度試験が行われた。東、ヨーロッパ線は、従来の LGV に比べ線形が良好なことから、1990年に開業前の LGV 大西洋線で記録した 515.3KMK。 H を上回ることが期待され、計画は V150 と名付けられた。150とは秒速150メートル、時速540キロメートルを意味する。試験用に TGV p o s 第4402編成の動力車2両と TGV デュプレックス編成の客車3両の5両で構成される特別編成が組成された。この編成も V150 と呼ばれる。 車輪の直径を本来のものより大きくしたほか、中間の客車の連接台車にも電動機を装着した。また、路線の側でも、河川の電圧を本来の 25KV から 31KV に上げるなどした。試験走行は2007年1月から始まり、同年2月13日には、飛行式ながら時速 553km を記録した。 そして同年4月3日の公式試験では13時13分40秒、起点から 193.9km 地点の丸抜けにクレアーズで時速 574.8km を記録した。日本の超電動リニアが有する時速 581km の記録にこそ及ばなかったものの、鉄車輪、鉄軌道方式の鉄道としての速度記録を更新した。 開業は当初2006年中の予定だったが2007年まで遅れた。2006年6月からパリからフランス東部方面への在来線列車が TGV の車両で運行されるようになった。これは乗務員の完熟と利用者への宣伝の二つの目的で行われた。東ヨーロッパ線は2007年6月10日に営業運転を開始した。 開業後の TGV 利用者はフランス国鉄の予想を上回り一時は予約が困難なほどであった TGV 開業に伴いエールフランスのパリストラスブール便は大幅に減便され同区間を結ぶ高速道路オートルート A4 でも長距離の利用者が減少したただし地方都市間などの短距離の高速道路利用者はかえって増加したこれは地方都市間を結ぶ 有等列車が減便されたためである。2期区間として、ボードルクールからベンデニムまでの 106km が予定されている。この区間には、ボージュ山脈を貫く全長 4000m のトンネルが掘られる。2009年に着工し、2016年4月3日の開業を予定していたが、 2015年11月14日に2機区間の試運転中に発生したエックベルスハイム脱線事故で橋が損壊したため、開業が2016年7月3日に3ヶ月延期された。その後、無事2016年7月3日に開業した。事故現場付近は暫定的に単線での開業となる。2機区間の開業により、パリストラスブール間の所要時間は、 従来の2時間20分から1時間50分にまで短縮された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。